はい、えー、ホームページなどをご覧いただいている皆さんこんにちは、えー、国家資格キャリアコンサルタントの学科試験対策統計資料スピードマスター道場、えー、担当している小松から、ね、この講座のあのちょっと説明をさせていいいいたただきたいと思まますすどうぞよろししくお願いしますこの統計資料スピードマスター道場って何であの作ったかって言いますと皆さんいわゆるあの例えばレックの養成講座等で、えー、ところではねやっぱり統計に関していろいろ勉強もしてますし で協議会さんが出されてる情報集とかってあると思うんですけどただ最新の例えば統計に関してはあの例えばあのそれがねあの本当にあの一番新しいものかっていうと、まあ、どん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 新しい統計出てちゃってます特に今の世の中でいうとコロナ禍っていうところを踏まえてそのやっぱりリーマンショックあのこの前統計が大きく変わったのとリーマンショックなんですよね。 そのリーマンショックの時から、ね、あのと10年近く経ってきてそこまではアベノミクスでずっと数字が好転してるとかって横ばいとかねそういうところであんまり悪化ってなかったんですけど今回大きく悪化した中身とかねそして休業が増えてるとか非正規の問題とかっていうのがかなり露呈している中でやはりキャリコンさんとしてはやっぱりそういう情報を知らなきゃいけないだろうというところがあってそういった、ね、統計が今続々と実は出始めているんですね。 ですのであのやっぱりこういったものでねあの念のため知識の更新ってしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。であの前回第17回回試験もかななり変わったんで今回こんんでで今こ構成で皆さんにご紹介しています第0章とね1章のところではこの第17回試験で取り上げた政府とか公的機関の発表資料とか統計関係のちょっと軽く解説とこの統計こんな統計でしたよって話。 そして能力開発基本調査はねこの回第17回も出てますのでその他ね過去に出た論点とかっていうのをしっかり取り上げていきたいというふうに思っていますあの能力開発基本調査っていうのはそれほど養成講座の中でちゃんと取り上げてないと思うんですけどこのね統計ほぼ毎回出てる統計なんですねもうあのいわゆる受験生にとっては一番重要な統計と言っても過言ではない統計なんでここをしっかり見ていただきたいっていうのをパート1に入れてあります 次にパート2に労働経済白書がなんと7月中時に出ました令和2年版お休みだったのが出て実はこれの特集がコロですんでもうこの厚生労働あ失礼労働経済白書ってやつもやはりね、あのー、統計でいうとこの先ほどのね、あのー、能力開発基本調査に続いて出る統計の中で。 コロナ禍の影響がっていうと2020年の分析2019年2020 2019年20年の分析なのでえ令和3年出た白書なんか出ないだろうって思うと実は中身は2020年の話なんでもうこれ待ってると古くなっちゃうっていうところもあるので出ないとは限らないかなと思ってます。ここうういいった統計ととととかかかねねあと労働力調査のの最新の状況とか、ね、いうところなんかも抑えつつ で最後には男女共同参画白書とか高齢社会白書子ども悪者白書なんかのえねえ今年度版のねやつなんかを見ていただきまして今コロナで何が起こってるのかっていうことを皆さんにね今って言ってまあ去年のねその緊急事態宣言が出たあと何が起こっていたのかってことをえこの統計ねこのスピードマスター上司で見ていただくとある程度わかるのでそうするとこのね 第17回試験で出た第20問のジル p t と NHK の共同調査ってあったじゃないですか。ああいうのにも対応できると思うのでちょっと見ておいていただけると嬉しいかなっていうふうに思ってます。でこの本当に統計講座の狙いってこの最新の統計の内容を押さえるだけじゃなくてこれほとんどのやつに問題集つけてあります。ですんでですのここれれが問題形式で出た場合どうなのかなとかか、とと、逆にこれポイントで押さえておくと なんていうかなそこだけ覚えてももしかして試験場で役立つのかなっていうふうに思ってますしパート3でご紹介した、ね、女性は雲のシニアそして障害者っていう統計見ておくと様々な類型の、ね、皆さんの状況とか見れるのでキャリアコンサルタントの様々な知識がついて実力アップにもつながるかなって構造で作ってあると思います、まあ、各、ね、回2時間ぐらいありますから6時間から7時間全部足せたんのかなそんなに短い構造な,ないですね であの問題意識ついてますからその点、ね、止めるということもある,あると思いますからやっぱりあの勉強するの大変だと思いますけどあの特に学科試験に関して不安を抱いている方そして1回2回学科試験で苦敗をなめている方にはぜひこういうのを確認して力をつけていただきたいなって思いで毎回毎回本当にあの私の方で、えーね、かなりあの本当に あの、いろいろ調べて、で、作ってますので、ぜひね、お付き合いいただければなっていうふうに思ってます。よろしいでしょうか。というわけでね、国家資格キャリアコンサ、コンサルタント学科試験対策統計資料スピードマスター道場のご紹介をさせていただきました。ではね、あの、本当に、あの、ご覧いただいてありがとうございました。ぜひ、皆さんが、えー、ね、国家試験キャリアコンサルタント十八回試験の学科試験の合格を勝ち得るようにお祈りしております。ご清聴、ね、ご覧いただきまして、ありがとうございました。